小森さん、なんか気になるルアーが山盛りなんですけど、はい、自分はメガバスのちっちゃい羽物気になります。これタイニーシグレでしょ？いや、それじゃない、それじゃない。ちっちゃい羽物ってこれタイニーシグレ。それはまあ往年の名作ですけども、これ多分ね、タイニーシグレじゃない、もう一個ちっちゃいやつですね。うん、いや、それじゃない、これじゃない、俺みたいな。じゃあシグレ、これがタイニー、これシグレ、これがタイニーシグレ。これ何だったかな、名前が思い出せない。しぐれ。いや、それじゃないです。つくつく帽子、油ゼミ、ミミンゼミ。小森さん、それじゃないです。それでもいいんですけど。はい。俺気になってんの、あるじゃないですか、そこに。これか。出てこなくなっちゃった。これだ。こういう。そっちじゃない。そっちじゃなくて。これですね、アイウィングフライ。ああ、そう。これ雑誌とかで見てて、はい、これ小森さんもう結構投げられました？これ投げましたよ。これ結構釣ってますよ、実は。どういうルアーなのか教えていただきたいんですけど。これは羽、これソートプラスチックでできてるんですけど、シグレの仲間じゃないですね。これはアイウィングの仲間です。だからシグレはこう羽じゃないですか、羽で水面を叩いてその虫を食わせるっていうルアーだと思うんです。こいつは泳いでます。で、まあ、もちろんスローにこうデッドスロー、なんて言うんだっけ、こういうの、はい、波動を出すっていう使い方もありだし、ある程度ちょぼんちょぼちょぼんちょぼんって泳がしてもいいし、まあ、ジャバ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 ってクロールさせてもいいし、まあ、本当にどっちかっていうとアイウィングの、ちっちゃいやつっていう風に使ってもらったらいいんですけど、これ意外とっていうか恐ろしく出ますね、魚。木原でもすごい出ましたし、亀山でも面白いように魚出てきました。で、まあ、ちょっと今亀山アベレージがちっちゃいんで、まあ、35ぐらいまでしか釣れなかったんですけど、これ見ての通り、この LBO2 っていう中心のシステムがついてるんで、まあ、投げるときに LBO で加速して、これをピュッと閉じてピュッと飛んでいくんで、飛距離すっげえ出せます。なのでちょっと遠くにあるレイダウンとか、遠くにある立ち木とか、そういったとこ、遠くにあるちょっと水面のもじりとか潮目とか、そういったとこ狙ってやって、まあ一定シェイクみたいな感じでずっと緩いシェイクをしていって、ボディをロールさせて食わせるっていう、そういうルアーだと思ってます。当然シグレーには出せなかった飛距離が出せますし、まあ、アイウィングじゃあちょっと乗り切れなかった魚も乗せられるし、まあ、それでいてアイウィングよりじゃあ魚を寄せる力が弱いかっていうと、やっぱ水面を使ってるんでネチネチやってるのは結構出てくるし、で、まあ、シグレーのように、まあ、一口で食わせるわけじゃないから見切られるかっていうと、意外と見切られないでボコっていくんですよ。多分ボディのロールが入ってるからだと思うんですけどね。まあ、そういった、万能ハネルアーで、このミッドサイズのハネルアーって結構実は穴場だったんじゃないですか。でかいサイズの羽っていうのが流行ってるし、ちっちゃいのはもちろんセミルアーっていうのがあるんだけど、このサイズの羽っていうのはなかなか穴場だったところで、まあ、あればかなり使えるなと思ってます。トーナメントとかで投げそうな機会と想定できることなんてのは、夏場とかやっぱあるんですか？七色の試合で昔僕何したっけ、 RS が出る前だからアベンダー AT かなんかありましたよ。 AS かなんかありましたね。アベンダー RS じゃないやつは GT みたいな GT アベンターで一度上位行ったことあるじゃないですか。あの時にまあアベンターで、まあ、実際試合中アベンターで魚はキャッチできなかったんですよ。でジャバロンとアベンターでは魚を寄せるだけ、寄せた魚を追従していってライトリグで食わせるっていうパターンでやってたんですけども、ああいったところでも同じぐらいの飛距離が出せるし、ひょっとしたらこれだったら口使わせられたんじゃないかなって思ってます。でもちろんその何年後かの雨の七色の試合で初日のトップ8を有沙ところが確か羽物で出してるんですけどね、その時なんかこれ使ってたらもっと魚もキャッチできたかなというふうに思ってます。ただそのトーナメントでもやっぱり羽物ってすごく効いてくる試合があるので、そういった時に食わせきれない時はこのサイズまで下げても、まあ、下げたらちょっとパワーがなくなるんじゃないかって思われがちなんですけど、羽は意外とサイズ下げてもいけちゃうぞというのが最近の印象です。もちろん風が強くなっちゃうとね、でっかい羽の方がパワーありますけどね。羽物で、はい、結構さっきボックスでいろんなメーカーの羽物実はいっぱい入ってるなって感じたんですけど、はい、はい、カラーのこだわりとかって羽物に関しては選ぶ基準とかってありますか？バスが下から上を見るルアーじゃないですか。で羽物を使う時の条件に上が風が強くないこととかあるじゃないですか。もちろん天気はどっちでもいいんですけども、やっぱり上を見てる魚に食わせるためにシルエット、これを残したいんで、僕は黒系色を結構基準にしてるんですが、羽が金属でキラキラしてる方がバスが早く発見してくれたりもするんで、あんまり色はこだわらなくていいかなと思ってます。まあ、羽物いろいろありましたけど、まあ、メガバスのアイウィングって後発なんで、過去に使ったルアーが残ってるだけで、まあ、羽物の最大の欠点ってフッキングですよね。フッキングの面がアイウィングってものすごくボディの後半がシルエットがすごくスマートにできてるんで、フッキングが良くて、まあとっても最近ではでっかい羽っていうとアイウィングばっかり投げてるかなと思ってます。でもう今日はちょっと数も釣りたいし、トップウォーターも遊びたいしって時はこのサイズががぜん数を狙うというよりも、でっかい羽で出るけど乗らない時とか、あるいはプレッシャーがちょっと高い時かな。先月号のバサーでプレッシャーについてちょっと書かしてもらったんですけど、やっぱりルアーサイズを下げていくってことも一つの方向性として書いてあったと思うんで、まあ、そういった意味では今日人が多いな、でも羽で釣りたいな、羽だろうなこれっていう時にはちょっとサイズを下げてもらったら結果が出るんじゃないかなと思います。ちょっと小森さんがバサーの表紙飾ってたんで、はい、あれかっこよかったですね。あれもっと10冊単位で買ってくださいって。すみません、まだ1冊も買ってないんですけどでも永久保存にして検討します。コンクルージョンの人たちはみんなが10冊ずつ買わないとダメです。当たり前じゃないですか、そんなのですね。ちょっと検討します。お願いします。ありがとうございます。いやいや、そんな押し売りじゃないですからね。でも記事の内容はものすごく自分でやっぱ感じたことを素直に書いてるんで、まあ、ああいうところでね、その思ったこととか、何か売りたいから書いてることも一切ないんで、ぜひ読んでもらえれば、スタンデーアングラーの方は特に何かしらヒントになることは書いてあって、僕が感じてることをそのまま書いてるんで、なるほどとか、そうだよねって思ってくれたら、多分それは同じ目線で見れてて楽しいなとは思います。今月号のバサー、特に小森さんの記事はもちろんですけど、はい、そういうちょっと、これ読んだら、評価上がりそうみたいな記事、他にもいっぱい載ってましたもんね。そうですね、いいとこついてきてますよね。なかなか面白い濃い内容ですね。やっぱりこのパステルカラーにしたのが良かったのかなと。表紙で映えそうだから選んでくれたら。あ、ちなみにこのコンクルージョンジャケットはどこで買えるんですか？これね、コンクルージョンのオンラインストアっていうのがあるんですよ。でそこで購入できます。まあ、デザイン的に気に入ってもらったりとか、ここの志気に入ってくれた方はぜひ手に入れてほしいなと思うアイテムですね。やっぱりコンクルージョンを名乗るからにやっぱ10着ずつみんな買わないと。それはいいですよ。それ大丈夫。3着ずつぐらいで。3着ずつぐらい。こうやって暑い日に、はい、やっぱりこのなんてラッシュガードっていうのかな、こういう太陽をね、これ本当は手袋も作りたかったんですけど手袋もできてないんですけど、まあ太陽紫外線を遮るウェアって欲しいじゃないですか。これすごく薄くて、まあよくあるやつなんですけど、まあちょっと夏をイメージしてパステルカラー。フードもちゃんとフードもついてますね。まあこうやっとけばこう日に焼けない。これはクールなドラえもんとかをイメージしたから僕のドラえもん的にはちょっと痩せすぎてますよね。だからクールなちょっと大人のドラえもんをイメージしたわけではないです。俺タコイズってカラー昔から好きなんですよ。綺麗ですね。はい、まあ、夏はこういうパステルカラーがちょっといいのかなと、はい、はい、そう思ってます。それは小森さんのホームページっていうよりもコンクルージョンで検索しちゃった方がパンと Google 的に。コンクルージョン .com でホームページ入れますんで、そこの中にオンラインストアがありますんで、そこで探してもらえれば、はい、あとちょっとこの動画なんで、動画の説明欄にもすぐ載れる、ここにアクセス、ここにアクセスみたいな感じでやりますんで、はいはい、いやそこでコンクルージョンいっぱい買って小森さんを応援しよう。いや別にそんな風に買ってもらわなくていいですよ来たい人だけ来てください。ウェアなんてね、ぶっちゃけ何着ても一緒なので、その中でまあちょっと自分なりにやっぱりその、紫外線対策とかで、どうせ着るんだったらなんていうかね、こう腕にバーンって文字が入ってるのもいいなって、ちっちゃい文字のやつもあるんで、いろんなバージョンで作ってるんで、はい、結局でも強い人が着てる釣るための装備なんで、性能的にはもう間違いないですからね。ちょっといやー、そんなことはないですよ。そういう風に言わないでください。よくあるノベルティー口今すごい持っていこうとしたのにはい、わかりました。じゃあウェアなんかそんな機能に重視したら作れないんで。帽子は今何種類ぐらい？帽子はこの帽子はこのメッシュキャップがメッシュバイザーが、2色と帽子が、3色、それからフラットキャップ、で機能的なことを考えるとこのメッシュキャップはなかなかいいんですよ。でまあ表面がメッシュなだけであって中はしっかりしてるんでかぶりやすいし形崩れないし、でそれでいて色落ちとかもしにくいんで、最近この生地のメッシュキャップ使ってるメーカー結構あるじゃないですか、これかなりこれは機能的に僕が気に入って、いろんなとこから帽子作りたくてサンプル取り出した時にこれが一番いいなと思って作ったものなので、これは機能的にバッチリです。フラットキャップは別に機能とかないんで、まあまあ形が好きだからとかもあると思うんですけども、であとサンバイザーはまあ髪型気にしなくてかぶれるっていうのがあって、まあ女性の方とか男性の方でもちょっと前髪気になる方なんかはバイザーはこれ素朴な個人的な疑問なんですけど、サンバイザーって要は髪の毛と頭それ上出てるじゃないですか、じゃあ熱くないんですかこれね。帽子で蒸れて暑いパターンとサンバイザーで日が差して暑いパターンと両方あります。どっちが？僕がサンバイザーを使ってる理由は、試合中に手っ取り早くここに持ってこれるから。バスボート走行してる時に飛びそうになった時に。でもそれ聞いてよかったですね。いや、サンバイザーの方っているじゃないですか。で自分あんまりサンバイザー装着したことなかったんで、どこら辺でその選んでんのかなってマジで気になってた。このサンバイザーにどんだけこだわりがあるかっていうと、一つはこれが一発で止めれること。これなんか折り返しになってるやつあるじゃないですか。これが一発で止めれること、これ折り返しになってる伸ばしてつけるやつあるじゃないですか、あれだとつけにくくて、パッとつけれるっていうのが大事なんですよ。で強さも自分で頭痛い時に調節できる、っていうのも大事で、試合中に風強くなってきた時に走る時にパッとここに落とせたりとか、あるいはこうつけててちょっと風強いなんか向かい風走るから3倍で取らなきゃなって時にパッとこうやって手にかけとける。これも大きいですよね。キャップだとこうやって持ってなきゃいけない。そうですね、そうですね。なのでサンバイザーが合理的だと思って、実はサンバイザーを使うことを合理的だと思って使ってる人ってそんなにいないかもしれないですけど、いやでも結構強い人って場合によってサンバイザーを装着してることが多いなって印象があって、なぜ帽子じゃなくてサンバイザーを選択するんだろうってちょっと本当気になってたんで、本当聞いてみたらそんな合理的な理由の積み重ねだったんですね。そうですね、合理的な理由が1番、それともう1個は髪の毛がある自慢。それは置いときましょう。今カットでちょっと蒸れちゃうとちょっと蒸れちゃうと頭に頭皮に良くないっていうのもあるんで、ただどっちがいいかわからない。太陽に当たってていいとも思えないし蒸れてていいとも思えないんだけど、いずれにせよ野外にいること自体は頭にとってマイナスだと思うんですけど、ただサンバイザーの方が通気性はいいかなと。なんか比較的僕髪の毛を短めでサンバイザーをしてるじゃないですか。まあいろんなことを考えてファッションというよりも機能性。いや本当だって、小森さんって言えば昔の青いマサオのサンバイザーとかのイメージ一番自分なんか強いんで、もうリールのあれだった、で今回また青い小森さんに戻ってきて、でこれ紫もありますから、赤紫もあるんで、いやー小森さんありがとうございます。ちょっと、いろんな装備が教えてもらうことができたんで、何か締めの言葉をいただけると。そうとにかく今年の夏は暑いんで、まあ、暑さに負けず釣りを頑張ってくださいなんていう締めの言葉いらないですね。